だって動物の森も神ゲーなんでしょ？集まれ動物の森。めちゃくちゃ売れてんでしょ？俺はやってねえし見たことねえけど。ははは、3日で飽きたわ。お前それさ、リア、お前ここだけにしろよ。動物の森とかってさ、あれ飽きるゲームじゃねえからな。そんなさ、なんか、友達とかとさ、だらだらやるゲームなんだよ。動物の森飽きるってことは、お前人間として欠陥があるってことだからね。絶対に外で言うなよ。お前ただ単純に一緒にやってくれる友達がいなくて、理由はでもお前悪くない。お前がブス、多分お前が顔が絶望的に気持ち悪いから、周りに寄りつけないと思うのね。で、ちっちゃい頃からブスってどん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 性格曲がってくんの。お前あれだろ、ナルトのさ、幼少期みたいな気持ちで生きてきただろ。またあの目だっつって。理由は、お前がブスだからだね。で、もっともっと掘り下げていくと、お前の両親がブスなの。で、それを動物の森にせいにするな、マジで。絶対ダメだよ。あんだけみんなやってるってことは、まったりさ、マイクラみたいにさ、まったりまったり、ね、家作ったりして、俺の家に遊びに来てよ。みたいな、言うんでしょ？あの、魔法少女みてえに。来るんだろ？ティンカーベルみたいなやつが、なんか 僕と契約しようよ。って、たぬき吉が、ね、呼びに来るんでしょ？キューベイみたいなやつ来るんだろ、どうせ。あんなもんは。なあ、ほんで、体がちっちゃくなってその世界に入り込むんでしょう。そうやってみんなとね、楽しめないからって、俺は異端だみたいな。お前異端じゃない。お前ブスなんだよ。異端じゃなくて。お前は異端じゃない。シンプルなブスだよ。絶対にお前の容姿がかっこよかったら楽しめてる。だって女がいっぱい周りにいるもん。女がいたら、ねえねえ、なんとかくん、どうもり一緒にやらん？いいよ。絶対そうだよ。お前異端じゃないブスだよ、お前は。顔送ってこい、顔の写メ。お前、動物の森楽しめる顔かどうか俺が 判断してやる、俺が そうだよ。今、だって言ってきたんだもん。俺だってさ、動物の森、別に信者じゃないけど、動物の森の悪口言ってきたから、それは違うよと大人として止めたんだ、今。俺が。止めなかったらこいつずっと暴走してたからな。今、ハッとしてると思うよ。あ、やばい。確かにそうだ。よく見たら俺ブスだっつって やめてるでしょ。確かにもうやめよう。あんまり言うと、なんだっけ、この前、めちゃめちゃクレーム来たんだよな。ラグビー部バカにしたらすげえメール来たんだよ。なんだっけな。だからラグビー部バカにしたら本当に、もう出来心で、おめえずっとなんか服洗っとけよみたいなこと言ったらラグビー部からのクレームがすげえ来たのよ。バカどもから。なんだっけ、それ。あ、そう、自分でユニフォームは、本当に出来心だったの、俺。別にそんなラグビー部に対する憤りなんかなんもないのに、なんか知らないけど、悪口言っちゃったら、そしたらあいつはスクラム組んで攻めてきやがって。ユニフォームを洗え、みたいな。てめえ一人で洗っとけ、みたいな。すげえキレちゃったんだよな。なんかニコ生のタイムシフトみたいな。なんか鼻水止まんねえな、チキショー。なんかあれだろ、どうせ。くだらねえグラビアアイドルとかがさ、全然興味もねえのにさ、私の熱盛見て見てーっつってあげてんでしょ。俺そういうのチェックすっかんね。おめえ熱盛じゃなくて乳見せろや。ちゃんとそこはさ、需要と供給、男が見てえのはおめえの熱盛じゃねえぞ。おめえの乳だぞ。俺がいきなり、俺とオコエが共同でファッションブログしてるようなもんだよ。オコエのファッションブログが見たくねえだろ。おめえ、なんかそんなファッションブログやってんだったら、なあ、おめえ打撃、てめえの中に打撃見せろよと思うじゃん。俺がいきなりファッションブログ、加藤純一、今日から俺ファッションブログやりますって言ったら、ちょっとダメでしょ。ワクワクしてさ、毎日チェックしてるさ、グラビアアイドルのツイッターパッて見たらさ、なあ、わけわかんねえ、なんか二頭身のさ、タヌキの化け物みたいなやつがさ、なんかパーみたいなやつ、殺したくなるだろ。乳見せろや。俺はおめえのブラジャー見に来たのに、なんでタヌキの化け物見なきゃいけねえんだ。せめてさ、タヌキの化け物の顔になんか、自分のおっぱいの顔だけタヌキの化け物にしてほしい。あいつ名前なんて言うの？あの主人公のやつ。タヌキチっていうのね、めちゃくちゃかっこいいじゃん、名前。めちゃめちゃかわいいじゃん。萌え。あいつ主人公じゃねえの？あいつ主人公じゃねえのにあんなにグイグイ来てんの？あ、主人公は俺か、自分か。